新引田駅は、福井県鶴ヶ市引田にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である、隣の大見塩津駅から分岐する、湖西線の列車も乗り入れる。駅番号は、北陸本線が JRA02、湖西線が JRB09、相対式ホーム2面2線を有する地上駅である、上り本線はホームに接していない中央の一線で、通過列車が使用する。 停車する列車はホームに接する、対比線を使用する、当駅から、鶴ヶ方面は、金沢市社鶴ヶ地域鉄道部の所管となっており、隣の大見塩津駅から先は、近畿東轄本部所管に変わる。なお、境界表は、大見塩津駅の第一条内信号機付近に設置されている、鶴ヶ地域鉄道部が管理する、無人駅である、駅舎は、下りホームにあり、上りホームへは、 校内踏切を利用する窓口営業を廃止した後も長らく運転管理の駅員が配置されていたが後にその要因も無配置となった自動券売機は設置されていない駅舎はハンドカットのログハウスの平屋だけで内部には鉄道写真を飾るギャラリーや多目的トイレ待合スペースなどがある北陸本線の長浜駅鶴ヶ駅間などの電源方式変更に伴い 鶴ヶ駅まで延伸される新快速が新たに停車することとなったことに合わせて、総工費7、200万円で駅舎が改築され、2006年10月11日に供用を開始した。また、改築と同時にパークアンドライド用の駐車場が整備されている直流化に伴い、駅構内に新北田変電所が新設された。新北田変電所は、 電力会社からの受電を一回線のみとし、リチウムイオン電池を用いた福井県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである、引田の町並み、町中を流れる水路は昔、川船による輸送の際に使われていた時の名残である、国道161号に面しており、近くに国道161号と国道8号の合流地点である、 引田交差点がある。それゆえ、県境近くであるが、車の量は比較的多い。近くに小さな分譲住宅団地がある。ハト県ループ線をはじめ、新引田駅鶴ヶ駅間にはいくつかの鉄道写真撮影の名所があり、カメラを構えるファンの姿もよく見られる。駅の改修以前は撮影ポイントの案内図が用意されていた。柳瀬線の引田駅は、 当駅より1キロメートルほど北に下った旧、荒地公民館の位置にあった。同時営業を行っていた時期もあったが、新引田駅は、引田駅の代替駅とはみなされていなかった。新引田駅を荒地駅へ改名することを求める議論があり、2005年に、鶴ヶ市議会で取り上げられたほか、2017年には、地元の区長会から単眼書と署名簿が、鶴ヶ市長に手渡され、鶴ヶ市では、 JR 西日本金沢支社に要望することとしている。日中の時間帯は、湖西線経由の新海側のみが停車するため、前原方面へは次の大海塩津駅で乗り換えとなる。南隣の大海塩津駅から、近畿東括本部所間に変わる、金沢支社が発行する特別企画乗車券、北陸お出かけヘパスは、2006年3月までは自由、乗降区間の南限が東駅となっていたが、 以後は東駅以南の長浜駅までの区間が自由、上空区間に含まれている。詳細は、北陸を出かけ、パス一部の区間が、上空自由の路線を参照西日本旅客鉄道、A 北陸本線新快速、快速、普通大見塩津駅から、新引田駅鶴ヶ駅。ありがとうございます。